あの大津さんね、今そのままですよ、あのずっと僕がお金出してたから怒ってたから、いやそうなんですよ、あのご飯はね、大津さんね、でも俺はすごい面白かったんですよ、でエアギター流行った時に、こうお会計の時に、そのじゃあ俺払うよって言って財布出してエアーマネーを出すっていう、いやエアーエアーみたいなでカードで伝えたやつ出すとかわーって笑ってたんだけど、それが今田さんの耳に入って、今田さんそういう先輩がせこいの嫌いだから、そうそうそう、マジでその大津ってなんやねんっていうのが大津さんの耳に入って、そのビビっちゃって大津さんは。だから俺もおごるようにしないと、せめてあの順番にしようって言っておごるようになってくれたんですけど、大津さんがあの出してくれるのいつもカフェでお茶した時に順番だからな、ね、ランチも出してるよ俺、ランチで夜行くと俺が俺がさっきランチ出したから順番だからな。まあ、そこはでもね、へそくり、あれだからね、奥さんが全部お金を。確かにそう、一緒にハワイ行くときも、こういろんなね、ところでご飯食べるんですよ。美味しい、高いステーキ屋さんとか、いろいろ行くんですけど、サンドイッチの時だけ出しますよ。もうね、サンドイッチの時だけ。あまりに後輩を思っている時が続いたから、今日は連れてってやってくれと。僕、この後輩たちはって言って、お父さんが、いやもう着々したいと思ったね。でもこの辺茹でたのねえし。いやそんなさね、もうしょうがないじゃん。だってお年玉をね、もう後輩に配るんだ。で、大当たり1万円。はい。中当たり5000円。まあやりますね、憧れてね。1000円とか、まあそういうのを配って、まあその列に並んでたわけです。並んでたわ。おいで、開けて、1000円かよって言ってた。ウェンツが5000円くらい。ウェンツお前いいな。お前もいいだろ、5000円。誰が得するキャラですよね。初めてじゃん。それが嫌な感じじゃん。あとあの、いらなくなった洋服公安に配るじゃん。絶対入んないじゃん。ピッチピチの顔じゃ一応手に入っちゃったよ。でもこんなの。すげえじゃん。これ。するな。白のね、あの革じゃん。一応でいい、一応でいい。一応それで通したの。フットボールラーは先輩にしてるもんね。大きさ。そう。ホームランはほぼ大きさですね。いや、だから一つ、あ、品川の大きさ。いや、半年先輩です、フットさん。ああ。だから、俺らよりも半年後輩だ。そうか。それにずっと出させてて、で、のっちゃんがついにレジのとこね、一回払おうとしたら、まあ、トムさんが降りて、はっきりしません。自分先輩でしょって岩尾さんもまあね、あんまり契約家だもんね。そうさ、そこでやめましょうか。それ失敗は怖い。やめましょうよ。それはもう仕方ないよ。こっからひっくり返せないでしょ。先輩が言うんだよ。先輩が上から言う感じのだから。そのもう絶対やめようやめにしようね。わからんもん。一晩でいくら使ったことあります？おごったことがある一晩。いや俺正直言おうか、1万超えてます。超えてます。1回だけ10万を持って1回10万払ってるからね俺。ずっとへそくりして月々金をやって、ほんで12月の末にトシと俺と宮治ってあの2分の5っていうツッコミ会、ツッコミ会っていうのをやって、パンクの黒瀬とか、あとあの一番上ですか、折り出しの藤森くんで俺一番上なのよ、ね、でトシさんよりも上か、多分トシさん、そうトシより折り出しの先輩で、藤森があいつに予約頼む、もうだからもうあいつに予約させないようにしたんだけど、あいつに予約させるとすんげえ高級なとこ行くのよ。そうね、いいとこ行ってます、ね、もうよくいいとこ行ってるから、もう別にいいじゃん。なんかのどぐろのね、ご飯の鯛めしみたいな、うまそうだな、すげえ美味しい。そう、重きの好きな高いとこね、うまいんだよ。で一応そう食べログで見たら、まあ、1人2万円ぐらい。それはするね、1人2万。でまあでも5人だし、でもそれ酒飲んで食って2万か。いやいや、あんたそんなじゃないですよ。俺聞いたらなんか10万とかで。そう、払ってこい。で、その10万をね、じゃあ、まずついて、1人5人だから10万もう足りるわ。はい、で、10万持って、で、いや、どうせ、おっさん今日払わないでしょって言うから、バカたれ、この野郎っつって10万叩きつけて、
ここに10万あんだろってみんながうわーって盛り上がって今日は落ちたのだって言ったんですけど、いざ会計したら10万5000円だった全然足んなかったの。最後都市に5000円借りてで都市に5000円借りて5000円返してないんだよね。返してない半年は10万ですね。都市に俺だから今5万超えはすごいな。5000円って言うと5000円の落ちがちょっとよかった。12万ぐらいでよかったんじゃないの。あ、そっかそっか、落ちのね金額変えて、いや俺だからなんかあれもあんま受けねえな結構俺もやればいい感じの話だなと思って。かわいい。もう延長してるんですよ。